アフリカウシガエルは、両性鉱無モクピクシーセフィリデーカ、アフリカウシガエル族に分類されるカエル。アンゴラ南部、ケニア、ザンビア、ジンバブエ、タンザニア、ナミビア、ボツワナ、マラウイ、南アフリカ共和国、モザンビーク。スワジランドでは絶滅。一方でこれらの記録は、ピクシセファラスエデュレスと混同されている。可能性も指摘されている。 体長14から2 0センチメートルオスは体重 1.4kg、体長2 4 5センチメートルに達することもある。メスよりもオスの方が大型になる。目と鼓膜の間の長さが鼓膜の直径よりも長い。体色はオリーブグリーンで白やクリーム色の隆起が入る。妖体は体色がミン緑色で名色の筋模様が入る。 繁殖期のオスは、全種が黄色になる。サバンナに生息する。昆虫、サソリ、カエル、小型爬虫類、小型の鳥類、小型哺乳類などを食べる。とも食いも行う。水中では、小魚やゲンゴロウ等の水生昆虫を増殖し、中には、小型のリンカルスをも捕食した例がある。アフリカウシガエルを捕食するものとして、大型の鳥類、妖精の捕食者として、 箱横首亀族やナイルオートカゲが挙げられる繁殖様式は乱生。オスは交互にできた水場に集まり昼間にメーティングコールを行う。3000から4000個の卵を産む。オスは水場の近くで妖精を守り近づいてきた動物に対して威嚇したり噛みつく。水場が干上がらないように別の水場から妖精のいる水場へ水路を掘って飲水することもある。 食用とされることもある。採集により生息数は減少しているが、絶滅の恐れは低いと考えられている。ケニア、タンザニア、ザンビア、マラウイといった分布域北部では記録が非常に少なく稀な種とされる。工述するようにペット用に流通することもあるが、ペット用の採集による大きな影響はないと考えられている。 ペットとして飼育されることもあり、日本にも輸入されている。主に飼育か繁殖個体が流通する。テラリウムで飼育される。全身浸かることができ倒されないような頑丈な水容器を用意し、夜間に霧吹きで湿度を上げる。餌はコオロギなどの昆虫を与えるが、大型個体にはピンクマウスなどを与えることもできる。ピンクマウスを与える場合は、 消化に時間がかかるため、昆虫を与える時よりも、休止間隔を空ける。ありがとうございます。